スバル B5TPHB5TPH は富士重工業が開発したハイブリッドカーのコンセプトカーである。B5TPH は2005年の第39回東京モーターショーにて初公開された。二人の省旅行をテーマにガソリンエンジンと電気モーター、スポーツワゴンと SUV など様々な要素を重層的に融合させたスポーツスペシャリティだという。 パワーユニットは社名にもある TPH と名付けられたハイブリッドシステムを採用している。デザインは同年11月に発売されることになる3代目インプレッサの予告を担っていたと考えられる。ただし実際のインプレッサではフロント周りに面影が感じられる程度である。パワーユニットは TPH と呼ぶハイブリッドシステムを採用している。 TPH のシステム構成は、ターボエンジンとトランスミッションの間に、モータージェネレーターを挟み込んだもので、名前の通りパラレルハイブリッド方式である。2003年の第37回東京モーターショーで公開された B 9スクランブラーに搭載されていたスシェブとは異なり、システム自体は主流にならったものと言える。特徴はエンジンにターボチャージャーを搭載した上で、 ミラーサイクル化していることである。ミラーサイクルによりトルクが低下するが、低速域ではモーターアシストを加えて通常のターボエンジン以上のトルクを供給する。中高回転域ではターボによる下級によりほとんどトルクの低下はなく、従来通りの力強い運転を楽しめるようになっている。また、ミラーサイクルによりエンジンの低燃費領域が拡大し、 動力性能を向上しながら環境性能も向上している。なお、モータージェネレーターの使用所言は下記の通りである。ありがとうございます。